フェラーリ 599GTB フィオラノ、599GTB フィオラノ、フェラーレ 599GTB フュールアーノは、イタリアの自動車メーカーフェラーリが製造していた、クーペタイプのグランツーリスモである。2006年のジュネーブモーターショーにて初披露された 599GTB フィオラノは、575M マラネロの、 後継車種であり、フェラーリのフラグシップを担う FR のに、シーターグランツーリスモである。5999cc のエンジンを搭載する、ことから、599の名称が付けられた。スタイリングは、かつてピニンファリーナに在籍していたジェイソン・カストリオタ、ジャソン・コストリオッタが手掛けている。フィオラノとは北イタリアは、モデナ県フィオラーのモデネーゼにあるフェラーリのテストコース。 フィオラノサーキットが由来。構成部品の多くを612スカリエッティと共有するものの外観には相違が見られる。全体的に緩やかな局面で構成されている612スカリエッティに比べ 599GTB フィオラノは各所にエアインテークとアウトレットを配しフロント周りからリアフェンダーまでシャープなエッジが目立つややスパルタンな印象となっている。 カストリオタは 599GTB フィオラノをデザインする際、365GTB4 を参考にしたという。C ピラーはヒドゥンピラーとなり、その外側にフィンが追加されており、これがスポイラーとして空力性能を発揮し、フラットフロアやリア仮面のディフューザーとともに、最高速度の時速 330km 以上では 190kg のダウンホースを生む。 またこれは 599GTB フィオラノの外観上の特徴の一つともなっている。550、575M 同様フロントにエンジンを搭載するが、強化されたエンジン、工術と空力特性の最適化により、最高速度は時速 330km 以上に達する。日本以外では、フェラーレ 599GTB フュールアー フェラーリ 599GTB フィオラノだが日本ではフェラーリ599となり GTB フィオラノはつかない。日本ではすでに GTB をトヨタ自動車がフィオラノをオートバックス7がそれぞれ先に商標登録していたため日本限定で599として発表された経緯がある。そのため日本では海外記事の翻訳でも 599と訳される。日本での発表会には、スクーデリア・フェラーリの代表で、フェラーリ CEO のジャントットが来日、参加している。2012年2月29日、599、GTB ・フィオラノの後継者である、会12ベルリネッタが発表された。日本での価格は3458.7万円で、ある。 2008年7月現在エンジンは 575M の 5.7LV12 エンジン、T ポカイ 133E を改良したものではなく、エンツ用 6.0LV12 エンジンをデチューンした T ポカイ 140C である。575M 比では 105PS の出力アップ、2.0KGFM のトルクアップを達成している。トランスミッションは、 従来の6速 MT と 575M に搭載されている6速セミ AT である、イ1マジックよりも変速時間が短縮された、新世代の6速セミ AT である、イ1スーパーファストが用意されている。ただし、日本には、イ2スーパーファスト搭載車のみの導入である。イ1トラックと呼ばれる進化したトラクションコントロールも装備する。もちろんオフにして走行することもできる。 走行中にタイヤの内圧やタイヤの温度をリアルタイムで車内に表示させることができる。2010年4月8日に公開されたフェラーリ 599XX のロードゴーイングバージョンであり、フェラーリー枠フィオラのサーキットにおいて、エンツオフェラーリよりも1秒早い1分24秒で駆け抜け時フェラーリ史上最速のロードカートされた。 最高速度時速 335km、0時速 100km 加速3.35秒の性能を誇る。2010年1月28日に、ルカデ・モンテゼモーロ社長は599のハイブリッド仕様を発表した。エンジンは V 型12気筒で、リア部分に最大出力 100PS 以上の小型モーターを搭載する。二千十年九月三十日にパリモーターショーで、 公開された限定モデル。SA は、セルジオとアンドレアのピニファリーナ親子のイニシャルに由来し、ピニファリーナ社創業80周年を記念して発売される。販売台数もこれにちなんだ、世界限定80台のみだが、発表時に全台売買役済みとアナウンスされており、実際のデリバリーは2011年を予定している。アペルタ、エイプールタ。 イタリア語でオープンカーを指すの名が示す通り599のロードスターモデルであるが、エンジンは 599G でを用、最大出力 670PS、8250rpm、最大トルク 63.2KGFM、6500rpm を搭載、車体もオープンモデル用に、車誌の再設計を行いボディ剛性を高めた。 また、車高の低下や、フロントウィンドスクリーンのサイズ変更を行い、オープン走行時の空力性能を確保、ルーフは緊急時用の簡易、ソフトトップのみの設定とするなどの軽量化を図り、599フィオラノに対して 16kg 増と、ベースモデルより重くなりがちなオープンモデルとしては、異例のほぼ同等の車重をキープするなど、運動性を重視した仕様である。 最高速度は時速 325km、0時速 100km 加速3.6秒である。フェラーリのコルセクリエンティ部門が主催している、フェラーリによって選ばれたオーナーがサーキット走行をすることで、今後開発される車両のために走行データを蓄積することを目的に模様される、XX クリエンティ用に開発された専用モデルである。FXX に次いで開発され、 2009年にジュネーブ賞で発表された。日本ではフェラーリフェスティバルジャパン2009の会場である富士スピードウェイのパドックに作られた専用のテントで FXX のオーナーをはじめとした限られたオーナーのみに開けされた。2010年から 599XX プログラムがスタートしカスタマーは FXX 同様にコルセクリエンティ部門による フルサポートプログラムを受けられ、バーチャルレースエンジニア、車両、パフォーンスインデックスと呼ばれる、車両パフォーマンスをリアルタイムで表示する契機、データロガーでデータを抽出される。2011年11月には、空力を中心にアップデートされた 599XX エボリューション、エボがフィナーリモンディアーリの会場にて限られたオーナー向けに、対してプライベートプレビューで、 2012年4月に鈴鹿サーキットで開催されたフェラーリレーシングデイズの会場で世界初走行が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。